前ね、そのカウボ師匠のカスボタン師匠の上方漫才大賞の協会、協会大賞の時もリンゴ姉さん MC で、そっと言ってくれはったじゃないですか、その M1 優勝したら辞めるらしいなみたいな。あんなんも本当はまあその大々的に言ってなかったんですよ、単に決意で。なんかそれをなんかどっかでちょろって言ったらなんかネットニュースになってブワー広まって、だそんな僕だからそんな、まあ、それぐらいですね。だから優勝したら辞めるっていうのも本当は秘密にしときたかった。ああでも辞める気はあったの本当に。辞めますよ、辞める気はずっとありました今も。でもそれ相方としてどうなん。いやすごい嫌ですなあ、はい、そんななんかモチベーションがな、うん、そうなんですよ。じゃあ今何で一緒にいんのってなるんですか。いやだからそれはもうそのチャンピオンとしての肩書きは上げれるじゃないですか、うん、M1 チャンピオンの女性っていないですから、うん、そう。あでもねほんまにそうやねんな。いやでも未亡人ですよ。死ねえな、うん、じゃあやっぱりこれ私の女芸人としての感想やねんけど、いやもうぜひそれ聞きたい。あのテンポでやるともう女は無理やねん。あだから10秒20秒に1回ぐらい笑いとっていかなかったとツッコミの言葉が、うん、そんなアホなとかなんでやねんとか、うん、すごい汚くなるのね言葉が。あなるほどなるほど。ノンスタなんかは男の人やし、あのテンポでガガガガって言っても、うん、全然汚くないんだけど、うん、あれを同じことを女の子がやるとすごいなんか汚く見えるの、なんか下品に見える。あなるほど、うん、なんか スリムクラブみたいなああいう感じのああいう感じの女の子が俺は取れるかもしれない、まあまあまあ、でも本来はそっちタイプですからね。そんなベラベラ喋るタイプタイプじゃないですから。でも昔は僕女性その女漫才師ってもうブワー喋ってるイメージだったんですよ、うんうん、そうするとハイヒールさんとかもそうですし、その大花師匠とかも、あ花子姉さんとかはもうむちゃくちゃ喋ってはるじゃないですか。今でも喋ってますもんね。そうですよね今でも。でもあそこのネタは大好き姉さんが作ってるんですよ。いやそうなんですよ、ね、僕この間知って僕吉本に入って一番驚きましたからね。あんなその自分を腐す台本大輔師匠が書いてるんやと思って、でそれをそのみじんも感じさせないね花子師匠のしゃべり。いやだからそうなんです。だからやっぱそのだからほんまに言われた通り、うん、実際その M1 で巨人師匠に、うん、まあ、ちょっと汚らしヘドが出るわみたいな言葉遣いを引いちゃうよねみたいな、うん、実際言葉遣いを注意されましたから。そうでしょ、だからやっぱそうな、うん、そういうことになっちゃうよなと思ったら。